神戸新交通2000型電車。神戸新交通2000系電車。神戸新交通2000系電車は、神戸新交通ポートアイランド線、ポートライナーで運行されている AGT、新交通システム車両である。本校では、2016年、平成28年に、営業運転を開始した2020系電車についても、記述する。2006年、 平成18年2月2日にポートライナーが神戸空港駅まで延伸開業した際に営業運転を開始した。2000型の形式称号は2000年代の新型車両であることに由来する。1981年、昭和56年の開業当初から同線で運行されている8000型と同様に車両の製造元である川崎重工業。 車両カンパニー開発していた KCV をベースにしたため、不沈式点鉄機に対応した案内輪を車両の両サイドに設置している。このタイプに対応しているエイジィ車両は2000系、2020型と8000型のみである。初回製造分として2005年、平成17年より3平成18両が製造され、延伸開通前の2006年。 平成18年1月30日に報道関係者による試乗会が行われた。また、2008年平成20年3月より老朽化した8000系の置き換えという総力増強を目的とした二次車の運行が順次開始された。また、2000系の導入費用は1編成6両あたり6億円である。従来車両の8000型と比べて、 さらなる安全性向上を図るとともに、技術進歩による危機器構成の簡素化などによる車内空間の拡大、乗り心地など、旅客サービスの向上、環境に配慮した省エネ対策などが行われている。統計式が運用されるポートアイランド線では運用によっては、三宮駅に到着するたびに車両の向きが変わるため、車両の向きは一定していない。 ここでは2100型を前方として表記する。外装はステンレス構成で、裾絞り形状の幅広車体。車体前面は、ブラックフェイス仕上げで三次曲線を用いたラウンドした、先進的なデザイン。車体側面は、無塗装にコーポレートカラーであり、環境の優さと神戸の山並みをイメージしたグリーンと、海、空、空港をイメージした2本のブルーの側面体。 窓部分にグレーの幅広帯を巻いている。グリーンの側面帯は車体前面まで回り込む。8000型では非常用貫通扉横に配されていたロゴマークはこの車両にはない。8000型と同じく折りたたみはしご付きの非常用貫通扉を前面中央に配置し、側面中央に空気式ベルト駆動方式の開口幅 1400mm の 両開き乗降扉を一つずつ配置している。すべての扉は自動制御で、と閉を行うために、と強検知機能及びと閉保安機能がついている。各車両の側面上部両端に換気口が、9機、廃機それぞれ二つある。連結幌ロは株式会社ジャバラの製造である。側窓は、運転席横の窓ガラスを除いて一枚の緑色の大型窓ガラスとなり、 窓の開閉はできない固定窓となった。運転席横の窓ガラスのみ、横2枚構造で、先頭側が横に開くようになっている。通常は、乗車で開かない。前面の窓ガラスは、緑色の大型曲面ガラスを使用し、車体に合わせて、流線型となっている。八線型では、中間車のみが電動車の 4M2T であったのに対し、すべての車両が電動車の 6M である。 車両制御装置は、神戸新交通として、初めて、VVVF インバータ制御、三菱電気製、イベット素子3レベル圧型 PWM1C に、M 制御が採用され、コンバータ装置と VVVF インバータ装置を一つのユニットにまとめた、主変換装置、CI 装置により、加速時には、電車線から、主変換装置を介して、主電動機に電を流すが、減速時には、 必要なブレーキ力を演算して、主電動機から、主変換装置を介して、電車線に電流を返す回生ブレーキを併用する、時速 0km まで、回生制動が可能。主電動機は1時間定格出力が 110kW のカゴ形参照誘導電動機が、各車両に一機ずつ搭載されている。発線型で採用された、直流複管整流子電動機から、 誘導電動機へ変更したことにより、ブラッシュレスオった。立行指令は8000系の電圧指令から、六甲アイランド線、六甲ライナー用の線型で採用された電流指令へ変更したことにより、牽引力の段階指令が可能、乗り心地が向上した。台車は、前後両側案内相打式、四案内輪式の一軸ボギー台車とし、 前後芯切り替え装置を起因とした故障が発生しない。一両あたり、電動台車と付随台車を一台ずつとしている。2100型、2200型、2400型の場合は、後方が電動台車、前方が付随台車を装着している。2300系、2500系、2600系の場合は、その逆である。終電装置は、 川崎重工製の3000バネ圧式が採用され、中間2車両を除いた4車両の付随台車に、オレンジ色のアームを3つずつ搭載している。走行車輪は8000型で採用された、ウレタン重点ゴムタイヤから、6号アイランド線、6号ライナー用の線型で採用された中子式、チューブレス窒素ガス入りゴムタイヤに変更された。これにより、乗り心地の向上、騒音の低下、 タイヤの更新費用が半減された。パンクに備え、タイヤ、パンク検知装置を搭載し、タイヤ内の中尾と呼ばれる鉄製の補助輪で、車両基地までの走行が可能。走行車輪の前後にある案内車輪は、ウレタン充填ゴムタイヤ、ノーパンクタイヤである。ブレーキは、電気指令式の多段中継弁方式、14段と保安ブレーキ、駐車ブレーキ付きの空。 油変換式、ディスクブレーキを全車両に搭載している。空気圧縮機は、往復型単動2段圧縮式を両先頭車に装備。蓄電池は、焼結式アルカリ蓄電池 40R、1時管理が2機、搭載。空調装置は、各車両内に2台搭載しており、容量は7、500キロカロリー、H である。連結機は、両先頭は密着連結装置。 その他は、半永久型連結装置を搭載している。また、全車両に列車情報管理装置が搭載しており、立行、ブレーキドア指令等を一括管理し、制御指令を行うほか、0.2秒ごとに運転状況を記録する機能を備えている。通常は、自動列車運転装置とパターン付き自動列車制御装置により自動運転が行われている。自動運転時では、 ATC で受信した速度制限範囲内で ATO により加速、減速ともに28段階のノッチ指令を出すことができる。ATO には定位置停止装置も搭載。すべての装置は多重系でフェールセーフ構造としており、安全を確保している。機器類の小型化によって発線型より、車内空間が広がり、車内幅を 135mm 拡大したに、 280mm へ、車内口を 125mm 拡大したに 115mm となった。プラットフォーム床面と車両上口口の段差も最大でも 50mm から 20mm まで縮小されている。アイボリーの内壁、グレーのパターンの柄がある床が採用。荷物棚とフリーストップ型のブラインドやスーツケース等を持っている人のために、 扉付近にフリースペースも設置されている。8000型と同じく上高ドアの天井に吊り革代わりのパイプが設置されているが形状が異なる。座席はシートピッチ 850mm のクロスシートが2プラス1列で配置されている。モケットの配色は背もたれには神戸市の花であるアジサイ、座面には神戸市の木であるサザンカの色をイメージた紫色系表地と なっている。すべての手すりにクッション材が巻かれているなど、安全対策も施されている。座席の取っ手や肘掛けはすべて山西製である。交通バリアフリー法に基づいて製造されているため、落成当初から車椅子スペースを全車両ドア横に設置されており、インターホン型に変更された通話装置と非常停止ボタンを車椅子スペースに置け、8000型まであった床の扉をなくし、 床全面がフラットになっている。案内装置としては、全上高扉上には3色 LED 式のフリーパターン車内案内表示装置が設置され、日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語に対応、片側ずつ別の案内を表示させることも可能。扉開予告表示等がその両隣にある。扉が開閉する直前にドアブザーが明動するようになっている。 自動放送は現在、日本語と英語の放送が行われている。先頭車両には、運転席があり、普段は、無人運転を行う路線で走行する車両なので、乗務員室等はなく、誰でも運転席に座ることができる。ただし、運転台は施錠されており、開けることはできない。運転台は、車両情報管理装置が2つ、右側にワンハンドルマスコン。 左側に操作ボタン類、その他の場所に連絡用無線機や車内放送用のイク等が配置されている。また、EV 装置が導入されており、手動運転時に50秒以上の操作が行われない場合に自動的にブレーキがかかる仕組みとなっている。2113から2115編成が該当する。2006年の神戸空港延伸に伴う。 車両像を目的に2005年より製造されたグループ。下2桁の車両番号は当時在籍していた8000系の続番のため、第13編成から第15編成の3本。座席は2人掛けにボックスシートが採用されている。優先座席は一般の座席と同じモケットで、上部に優先座席と表記されたカバーが掛けられている。このカバーは当初は座席と似た色であったが、 現在は黄色に変更されている。また、当初補助席には、ラッシュ時は使用できないことを示すプレートがなかったが、後に取り付けられ、補助席に金属の形があったがこちらは後になくなっている。2101から2112編成、2116から2117編成が該当する。8000系の老朽取り替えを目的に、 2008年より順次運用開始されたグループ。第1編成から第12編成と、第16、第17編成の14本が該当する。8000型は12本在籍していたが、神戸空港のアクセスになることや、ポートアイランド内での相次ぐ大学の開校などで、旅客需要が増加しているために8000型よりも多く、製造されている。一時車との変更点は、 外観は前照灯が角型から丸型 HID ランプに後部標識灯、微灯も丸型 LED に変更。屋根にはビードが付けられた。内装は一時車から大きく変更されており、上高扉床面が注意喚起を促す黄色へと変更。座席はボックスシートから扉方向に向く固定クロスシートに変更され、戦闘車は戦闘向き。 バケットシートになり、背もたれに角度がつくほか、二人掛け座席の頭部シートが分割されたりという配慮も増えている。固定クロスシート化による座席位置変更により窓ガラスのブラインドの分位置も変更されている。また、シートの上部分には透明のカバーがかけられており、背面裏側ポケットに広告が入るようになったほか、利用者の少ない二人掛け座席上部の荷物棚を廃止しそこを、 すげスペースにするなど、広告スペースの拡大も行われている。優先座席のモケットは黄色に変更され、優先座席の存在が明確となったり、握り棒の形状が変更されているなど安全面での配慮もやれた。2014年3月頃より、肘掛けが更新されている。また、消火器を収納する箱が突出していないこと、運転席の仕切りが鉄棒からベルトになったこと、 運転台は、モニタの内容が左右逆になりボタンの配置が若干変更されたことなどが挙げられる。さらなる輸送力の増強のため、2020型をに編成12両増備2016年、平成28年2月12日に、お披露目、3月19日に営業運転を開始した。当初は、新型車両が開発される予定であったが、 早急に混雑緩和を行うため、現行車両2000型をベースとしたモデルチェンジを行うことにより1年前倒し、投入されることとなった。車体は従来型と同一ながら、車内外の仕様を一部変更したため、2020型とし、編成番号は新たに20から番号を振られた。マイナーチェンジ車両のため、3次車と記載される場合もある。2015年。 平成27年より8000型や2000型と同じく、川崎重工業車両カンパニーで製造された。なお、当車両の納入に伴い、中不当車両基地の最大収容量数に到達し、これ以上の増備ができなくなった。そのため、神戸空港島への新たな車両基地の建設計画が、再浮上している。2020系の導入費用は2編成。 12両で13億2、0円である。2000型を基本とし、車内環境やバリアフリー化、省エネルギー化等に配慮した車両となっている。外装カラーはこれまで通り空、海、山をイメージしたブルーグリーンを基本としている。編成それぞれでカラーリングが設定されており、第20編成がブルー、第21編成がグリーンである。これまでブラックであった。 車両前面と細いブルーラインであった窓状の側面体、無塗装であった上高扉は、それぞれの編成カラーとなった。車体側面はブルーとグリーンのグラデーションの側面体を巻いており、これまでよりも太く鮮やかな色合いとなった。なお、車体前面まで回り込むグリーンラインや、窓部分のグレーの幅広体は統計式では巻かれていない。全照灯は、 左右角二灯の LED へと変更、後部標識灯、微灯は2000系二次車で一度丸型となったものを一次車と二択角型の LED となった。主要機器で大きな変更はないものの、VVVF インバータ装置が更新され、省エネが図られている。車内は優しい印象とするために床をグレー基調から淡いピンク基調とした。 車両上降口は2000型よりさらに 4mm 低くなっている。連結部の床は注意喚起を促す黄色へと変更した。室内灯をすべて LED 化し省エネ、長寿命化を図る。吊り革は一部3列に増加し、上高扉付近の天井にある吊り革代わりの握りパイプはさらに中央に本増加した。座席は 2000系二次車と同様の2プラス1列のクロスシートであるが混雑緩和を図るために乗降扉付近の2人席を1列減少補助席へ変更した車椅子スペースを明確化するためその部分だけ床の柄が異なるまた小さい子供などのために手すりを2段へと増加させ車椅子やベビーカーの車輪が通行しやすいようタイヤの通行部分に合わせて 下レールが左右各 19cm 切り替えている。空調にプラズマクラスター発生装置を全車両に取り付けた。案内装置としては19.2インチの LCD 式の車内案内表示装置へと変更し、視認性を向上、路線図表示も可能となったコイト電光製パッドビジョン。これまであった扉間予告表示等は、 車内案内表示装置で表示されるため省略され、代わりに上降扉の下門下に赤色 LED による扉開閉予告灯が設置された。扉開閉時にはこれまでのドアブザーの後に扉が開閉しながらドアチャイムが鳴動し、開いている間は盲導鈴が鳴り続ける。開閉する直前、開閉しながら開いている間のすべてのタイミングで音があるのは 全国的にも稀である。車両番号の付与方法は、1000の位で2000型を表す。2を100の位で号車番号を、10並びに1の位で編成番号を示す。主電動機、駆動装置、制動装置、列車情報管理装置は、すべての形式に搭載されている。和一次車、和三次車、2020型。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。